もちろん。私は嘘つき、帰るよりも先に輪に沿ったことを言う。もう何が本心で何が嘘なのかわからない。よしよし。昔から何かを愛するのが苦手だ。アイドル？私が？愛された記憶もないんだ。私はきっとファンを愛せないし、ファンからも愛されないよ。いいんじゃねえの？アイドルってみんな愛してるぞとか言うのに。嘘でいいんだよ。嘘をつけるのも才能。嘘でも愛してるっていいの？愛してるって言っているうちに嘘が本当になるかもしれん。嘘が本当に？アイドルになればファンを愛せると思った。母親になれば子供を愛せると思った。子供たちに愛してるって言ったことがな。それが嘘だと気づいてしまったら、そう思うと怖いから。はーい。ん？双子の子供は元気。この嘘つきが切ってつっておいてよ。嘘っぱちじゃねえか。人を愛するわからないから、綺麗な嘘をついて嘘が本当になること。頑張って全力で嘘をついてって。嘘は愛。私なりのやり方、愛を伝えてたとわからないけど、愛の歌を歌ってたよ。いつかそれが本当になること。今だって愛したい。嘘つくことなんて覚えてもいい。スケ君だよね。あれ違った。あげてくれた星の巣、嬉しかったな。今もリビン飾ってあるんだよ。そういうんじゃ。はい。ごめんね。多分これ無理だ。アクアは怪我とかしてない。え、どうしたの？そっちで何が起きてるの？ルビン。ねえってば。ルビン。リーのお遊戯会の踊り勝ったよ。親子共演のさ。そうだよね。アクアは役者さん。二人はどんな大人になるのかな。ランドセル姿みたいな。二人が大人になってくのそばで見てたい。あれ、いいお母さんじゃなかった。産んでよかったな。これは言わなきゃ。ルビー、アクア愛してる。あ、やっと言えた。ごめんね、こんなに遅くなって。かった。この言葉は絶対嘘じゃない。はい。